で、あとまあその、そうそう、何グラム食べてるか。だから理想はまず理想として、あのまず食べれば食べるだけペレットもチムシも食べていいし、その他のものはまあ食べなきゃやらんでもいいんですけどね。だから元気、元気はどうです？元気がいい時は100カート、100ありますか？動きとか。あ、動きます。あります。はい。じゃあまあまだ100ですね。そうだから、よっぽど弱らんと人前に弱ってるとこ見せない生き物ですからね。だからうんちがまあ1日2回お掃除して、前の晩から、まあ、これでさっきおっしゃった17時間で40個ぐらい出てたわけですよね。でまあまた1日2回掃除して、要は24時間で何個出てるか見てほしい。でやっぱりうんちの数はそう100個は欲しいよね、うん、100個から場合によっては200個ぐらい24時間では出てほしいです。だから2桁だったらちょっと少ないと思います。だから同じ100個で出ても大きい小さいがあったらダメですよ。やっぱり揃ってますよね、今までは揃ってます、うん、でそのうんちの数と大きさ、あとおしっこもまあ出てるかどうかね。まあおしっこは回数は板とかにしてるかどうかを見れば、うん、そうそう、はい、出てるかどうか、出てるか出てる、うん、そう、そこをちょっと観察しながら、はい、食べが少なかったら栄養補助をやった方がいいかなと、はい、で栄養補助ができるんだったら、まあ、あのお薬も出してもいいですね、はい、というか。でまあ、一応じゃあこれはちょっとこれ後でお出しますね。こちらをお返しします。じゃあ、一応ね入院治療費の概算の説明を受けてください。でどっちか決めてもらって、またあのお話しさせてもらっていいですか。家でする場合だったらチェックをして、そうチェックしてから食べさせて、そう食べさせて、そうすると薬も出しますわ。わかりました、はい、じゃあちょっとこれも一緒にあの、はい、持っていってくださいね。間違いちょっとお待ちください。高島くん、はい、ちょっと見せて、概算書できた。見てもらった。入院治療費。そうだね。入院者数補助と。はい。入院者数補助と。はい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 。はマキサイレウス、それからまあその後に胃の都合に毛球症、そうかその前に貧血だと、貧血低酸素症、また多臓器機能低下症で、消化器の手足巻きしているし、後ろに心毛球症、それからあと心拡大、それでは261だと誰か液体で作れるか、誰でできると思ったのか、言いたいって言って、お酒か、お酒ができるのであの子を見てあの子らしいのそうなんですよ。貧血低酸素、多動機能低下症、消化機能低下症、マキシリウス、胃つぼに毛球症、心拡大。なんかすごい悲しいなと思ってたら、可愛いなと思って。あ、しまった。